にちは。これ中国サバなんですけれども、調整されたオフェンスがそろそろ日本に来ると思いますが、ね、その前に、みんなに知ってほしい機能一つあります。すんげー重要な機能、ここです。画質変更ね、初歩画質、中ぐらい画質、すごい綺麗な画質の下にこう項目を選べるところがあるんですよ。日本語でフレームレートっていうのかな、これをオンオフにすることによって画面の切り替えの時のカクカクの発生がね、抑えれることができます。すごいヌルヌルに、すごいヌルヌルになるってことです。もう死んだあいつ。ちょっと画面をね、回してみます。今オフにしてる状態です。オフです、オフ、ね、分かるかなみんな。違いをね、見ていきましょう、ね、すごい早くやるとね、パッパッパッと画面がね、多分切り替わると思うんですよね。で、次ちょっとオンにしますね。オンにしました。分かるかな、回した時に確認できる画像とかさ、すごい連続的でパッパッパッじゃないんだよね。どういうことかというと、回してる間に表示される画像の数、それは知らん、もうウィキペディア見てください。要するにね、すごい、これをつけることによってオフェンスとしてはね、すんげえ動きやすくなる。他のサバイバーはね、もう動きやすくなると思うわ。絶対つけた方がいい、これは。なんでつけた方がいいかというと、タックル中の感度が調整されて、誰でもね、お手軽に曲がりやすくなったんですよ。ね、タックルしててさ、ぐるん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 回り寄ったら、え、ハンターどこ？ハンターどこ？ってなっちゃうやん。ね、どういう風にタックルしてるか、どこにタックルしてるか分かんなくなっちゃうの。そういう時に、これをつけることによって、タックルしててもしっかりね、ハンターがどこかね、確認できるの。ぬるぬるやから。ちょっと説明分かりづらいと思いますが、つけることによって、オフェンスがね、操作しやすくなるよっていうことです。他のサバイバーもね、ぜひつけてください。操作、すごい、もう操作してるだけでね、楽しい。画質がいいゲームっていうのはさ、ね、高画質でやってこそじゃん。第5強国もさ、画質がいいわけよ。どういう風にね、せっかくこういう画質で、ね、高くしてくれてるわけやからね、画像の切り替え、視点の切り替えでヌルヌルになってきたんですからね、使わざるを。デメリットはありますよね。画像処理、処理がすごい大変になったってことで、バッテリーがね、熱くなりやすくなります。あと充電の減りもね、早くなります。ここは自分の携帯のスペック、と相談してオンオフにするかどうか考えてみてください。分かってくれたやろ、あともう一つオフェンスの人格について軽く説明していきますね。人格見ていきましょう。今まで昨日もね DM おとついかな DM いただいて、オフェンスの人格を教えてっていうたかしくんが来たんですけれども、オフェンスの人格はね、今までこんな感じです。ちょっと中国さは人格のレベル足りたいんで全部取れてませんが、基本的にこんな感じ。右下です、ね、仲直りと危機一髪、これはね絶対いると思ってる。オフェンス球場係としては絶対いる。ちょっと時たま遊びとして左右で行ったりするんですけど、基本的にねオフェンスと傭兵はやっぱ危機一髪いるな。なんで傭兵出したのか分からんけど、仲直りはね絶対いるから。でこの左に振ってるのはこいつのためなんだよね。これ確か椅子に縛られてるサバイバーに近づくときに、ある一定範囲内に近づいたら自分の移動速度が上がるんだよね。球場フェインドをかけるときに自分の移動速度が速いとすげえパッ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 とフェインドをかけれて、より引っかかってくれるかなっていう感じでつけてます。これつけることによってタコ球場とかね、めっちゃくちゃ楽になったんだよね。だからね、ちょっと離せずにいる。気持ちいいからな、フェインド引っかかったり、キバブしたりすると、あとタコ球場したとき、その成功感がね、たまんないよね。あとこれ、膝小僧理論。これがあるとないのと、ちょっと生存率はさすがに変わってくるよね。ね、加速があるのとないのと。で、これ、受難はね、俺、おい、伸びたとか言ってる人、ね、受難つけようぜっていうのは、布教してる人としてはやっぱり欲しいよね。俺は、欲しいです。ほんまにね、上行くと上手い人らは、連携取れるし、受難はね、必要ないと思いますよ。この構成、右下と、膝小僧理論。あるいはこれ全部切って、受難ない話でよくは受難取ってない人多いと思いますが、ね、これ、はい、つくばり速度アップと、あと仲間にね、回復してもらうときスピードアップだよね、合ってるよね。はい、つくばり速度はあと自分の回復するときにアップするか、これお好みだよね。もう全部振るか、こっちに振るか、好きな方に振ってください。こういう型になると思います。オフェンスは基本的に現環境ではそうでしょ。
違ったらごめんね。一応俺もオフェーズ結構使ってるからね、ずっとこんな感じでやってきました。まあ、俺はこっちの方が好きですね。こっちの方が好きです。基本的にこれジャポンサバ、アジアサバもこれです。今これです。はい、でここでオフェンスの感度が上がって、ボールのね消費率が増えました。まあ、消費率増えたというか耐久が減りました。ボールがね早くなくなるようになりました。ここでどういう風にそのボールの、まあ、減りの速さを補うかというと、もうキック一発取るのやめます。最近中国でねこういう方もね増えてきてます。左右オフェンス、昔から左右オフェンスはねいると思いますけど、これはほんまに増えてる。で残ったポイントどうするかというと、ここね、この2つ、さっきも言ったように上ルートもありですよ。上ルートもありです。まあ、柔軟振りたい人は振ってください。基本的にフォーランク戦では柔軟はね取ってる人は非常に少ない。で余ったポイントここら辺に振ります。で好きなように振り分けてください。で上の方もここもいいですよ。こっちはもうね取ってもいいと思うよ。対応フェンスがねすんげー増えてきてる。ちょっと後であの1から5位のオフェンス見ていこうか、どんな感じの人格か。俺が好きなダキダキグマさんは、対応フェンスで、まあ、有名なんですけど、音速ボールみたいな感じで、その人はもう昔から対応フェンスが多い。で今の環境になってオフェンスのタックルカウントが上がったことによって、さらに対応フェンスが増えた印象です。オフェンスオーハンター少ないと思うやん、ね、意外とね追える人っているんですよ。クモいけるでしょ、マリーいけるでしょ、リッパーは知らんか、クモも全然いけるから、意外とのオフェンスを追うから、うん、でそこでまあこういう風にね返り軌道があれば、うん、あとダブル加速があればもう全然いけるよね。もうオフェンスでもチェイスも全然いける、うん、あともう一つね、このダブル加速、まあ、加速取ってる利点として、ボールの耐久をね、まあ、ボールを節約できるっていう、まあ、利点があります。後でね見ていきますわ。ちょっとみんなの人格見ていこう。上位オフェンスの認知、俺 0.8% いいですね。ちょっとまあ上位5名でいいか。5位のオフェンスの人格構成見ていきましょう。あれ右下や右下や、まあ、柔軟ないですよね。柔軟ない、うん、4位はない、見れないね、人格隠しとる。はい、3位右下右下です、ね、あ、5位の人はここ3振りしてて、3位の人はここ3振りしてるね。だからほんまにねお好みなんだよね、ここら辺ほんまにお好み。2位開けてない。1位左右、1位左右、これ他のキャラ使ったままかもしれんし、でよ転籍、あもうずっとオフェンス使ってるね。これはマルチじゃない、これはカスタムか。あでもランク戦でもずっとオフェンスだわ、ずっとオフェンスね、ずっとオフェンス使ってて、ね、まず人格が左右です。でまあ、1位の人はまあ左右にしてるから、まあ、ちょっと説得力あるんじゃないかな、ね、うん、しかも歌じゃねえのってんだ、まあ、さっき言ったよ俺オフェンスでも全然オーハンター出てきてるから、もう普通に縛られるし、まあ、でも俺はこっちに振るけどな、まあ、1位やし、ね、1位の考えがあってからだよね。上の這いずり速度と歌たねですね、釣られてもいいように。なるほど、まあ、左右オフェンスも全然ありだよってことを分かってください皆さん。ちょっと左右オフェンスの、ね、メリット見ていきましょう。まあ、まずチェイスが持つことでしょ、オフェンスでチェイス持たないやついんの俺に時間があればさ、ちょっと昔オフェンスの恐怖動画ねここバーンって入れるんですけど、オフェンスでチェイスできないやついんのって言って俺の恐怖動画出すんですけど、ちょっとめんどくさいんでそのままいきます。ちょっとまっすぐなポイントを探すわ。ここ確かにねもう線路があるしまっすぐなポイントある。あーこの道いいね、この道いいね、ここで分かりやすいように、この板から行きますね。こっからダッシュするとちょっと当たるんで、ちょっとあ微調整はするよ、視点の微調整をする。板のここら辺から行きますね、ここら辺からダッシュします、微調整はします。はい、ここ列車もちょうど止まったわ。はい、ボール1個でここら辺ですね、ここら辺、ここら辺まで来れる。ボール1個で約8秒。はい、同じ位置に来ました。さっきはここら辺スタートだよね、うん、で今度は加速しながらダッシュしていきます。それでどんだけ変わるか、じゃあ行きますよもう。はい、ダッシュしてそのままゴーで、微調整しながらここを通り過ぎて、はいもう一目瞭然、ここいい、
いいですか、ね、あちょっと前進んじゃう、はい、ここ、まあ、大体でいいよ、そんな厳しく やらずにね、ここから、ね、ここまで差があるわけよ、さっきこの辺だったもん ね、これ、どんだけの距離かというと、もう測定しませんが、約ボールのね、4分の1。加速するだけで4分の1稼げるんだよね、ボールの。ね、十分。すごいっしょ ?4 分の1稼げるんだよ、加速で。そこでね、ダブル加速を取って、まあ、タックする前はもう板とか倒して、まあ、事前倒してもいいし、窓があれば、そのね、倒してから、はい、タックルみたいなね、まあ、そういう作業がね、必要になってくる。あとね、何より、加速入れることによって、このタックルのスピードがね、くっそ速くなって、ハンターが反応しづらい。あと、何より、もう2回目の何よりだよね。かっこいい。ね。ダッシュする前に、一回的をまたぐ。一回板を越える。この所作、この動作がね。これやった後にタックル。かっこいい。それだけ。うん。もう言いたいことは分かったかな。まあちょっとまとめますね。言いたいことは、まず画質の変更で、ここオンオフできるものがあるんで、できたらね、スイッチをオンにしてください。自分で操作してみてくださいね。マジでね変わるから、うん、であともう一つ人格ですね。左右の人格もありですよっていうことです。であとはまあ怪力、あと生存の意思、あるいは這いつくばり速度、人に直してもらうスピードアップは、それはお好み。うたたね撮ってる人もいましたからね。オフェンス1位もうたたねやからもね、うたたねサンブリやからね、そこはお好み。要するに人格ね、右下もありますが、左右の人格も全然ありだよっていうことです。なんで左右にするかというと、まずチェイスが持ちやすくなる。あと、ね、タックする前にこういう風にね、加速入れたりしてあげると、ボールの節約になる。あと、かっこいい。以上。ありがとうな。オッズ、チャンネル登録。まあ、チャンネル登録しなくてもいいけど、うん、ツイッターフォロー。まあ、ツイッターフォロー、まあまあ、はい。まあ、言いたいことわかりますよね。要するに、まあ、動画見て、高評価、よかったらお願いします。オッズ、バイバイ。あ、これね、ロシアワールドカップの時の、まあ、限定エモーションなんで、もう日本では入りませんよ。